データを見てみると所得の中央値というものを見れば一目瞭然なんです。所得の中央値って所得の真ん中って意味ですよね。高い所得から低い所得全部並べた真ん中の値がどれぐらいこの数十年の間に下がっているかってことを見れば一目瞭然。どれぐらい下がってんの？131万円、131万円所得の真ん中が下がってるんです。多くの人々の中で貧困化が進んじゃってるっていう状態。これだけ先進国で貧困化が進んでる国、日本最先頭なんですよね。でご覧いただきたいと思います。コロナが来たから物価高だから苦しいんじゃない、その前から日本は大変な状況にあるというのがこちらです。厚生労働省の調べ、2019年の発表の国民生活基礎調査を見てみると何がわかるか。生活が苦しいと言っている人たちが 54.4%、 これコロナ来る前ですよ。母子世帯、生活が苦しいと言っている人たち 86.7%。 何が言いたいか、コロナが来たから物価高だからみんな大変だよねっていうのはただの洗脳。その前から国はそこが抜けてる、国民生活ガタガタだっていうことを政治が認識しなきゃいけないんだけど、このことにはほとんど目を向けられないってことなんですね。でちなみにこの母子世帯どんな生活をしているかってことを皆さんにちょっと見ていただきます。生活が苦しいと言っていた母子世帯どんな生活か、こちら。何かしらですね、子ども家庭庁なる新しい組織ができたんです。そこで一人親家庭に対しての議論が行われた。そこで使われた資料をもとに話をしていきます。れいわ新選組代表山本太郎です。こちら。シングルマザーの家庭では現在の暮らし向きについて 98% が苦しい、やや苦しいと回答。お米、主食の米が買えない時があった 65%、 子供の服、靴、買えない時があった 90%、 親の食事を一食抜かす8割。コロナが来る前、物価高が来る前、すでにこのような状況があったってことなんです。